高市大臣とですね小西さんにがやり合っておりますけれども、私はあの高市大臣がですねそんなこと言ってないと断言したことを信じたい信じられると思っておりますっていうのはですね、出現してですね失脚した政治家がたくさんたくさんおります。民主党政権時代は柳田法務大臣という人物がおりまして、この人はですね地元の後援会で、法務大臣は楽な仕事法にのっとってちゃんとやっております、個別の案件には答えできませんの2つだけ言ってれば務まると出現いたしまして失脚しておりました。で柳田法務大臣がですねそんなこと言ってないと即座に断言してできなかったのはなぜでしょうか。これですね言ってないと言った後にじゃじゃーん実は録音がありますなんてことになるとさらに窮地に陥るからであります。録音がないという確証が得られない限りはですね、それはあれがこれでとゴニゴニ言って言ってないとは言えないわけなのであります。ですけれども高市大臣は即座にそんなこと言ってない事実ではない捏造であると否定しておりました。これは本当に言ってない人間だけが言える言葉であります。ですので私は高市大臣の言ってないは信じられると思っております。後ほどですね安倍総理の同日の首相同棲産経に記録が残っておりました。首相同棲と全く食い違う小西文書であることが判明いたしましてこれは捏造確定であるな、という評判になったんですけれども、総務省は捏造であるとも事実であるともうやむやのまま時が過ぎ去るのを待っているようであります。なぜかと言いますと事実である本物の行政文書であるということになりますと機密漏洩、これは捏造であるということになりますと文書偽造、これ公文書偽造ということは皆さんご存知かと思いますけれども刑法155条で規定されているのは何も公文書だけではありません。公務員が作成するべき文書となっておりまして行政文書もですね偽造したら罰せられるのであります。その罪なんと懲役1年から10年重い懲役が、用意されております。ですので総務省は小西文書が事実であるとも捏造であるとも確定せぬままうやむやに時が過ぎ去るのを待っております。今日あたりですね、何を聞かれてもただいま精査中でありますということでごまかしておりました。総務省、ちゃんとですね捏造か事実かはっきりしていただきたい。どちらにしても罪は免れません。作ったとされる西方課長安藤局長あともう一人、そちらの方の機密漏洩か文書偽造かの罪、どちらでもいいんできちんとしてもらいたいと思っております。